いわゆるウェブ販売するにはこの高く売れるからネットで売るんだっていう、まずそこが入り口なんですよ。安売りするからネットで販売するって、それも、骨折れ損です。だって労力かかるから、めんどくさいから、だから高く売るからネットで売るっていう。そしてもっと言うと高く売るでしょ、でさらに言うとだから儲かる、儲かるからネット販売をするっていう風に、儲かんないならやめた方がいいんですよ、儲かんないなら。ちゃんと儲かるような仕組みに、最初からスタート時点からその儲かる仕組みに入っていかなきゃいけないの。高く売ることからスタート時点、だから安く売るつもりの人はネット販売やんない方がいい、もう絶対やんない方がいい。だって安く売るんでしょ、大変よ。もう安いのにいちいち梱包して住所書いて送んなきゃいけないのよ。で島にはクレームが来たりとかするわけよ。安売りするんだったらもう絶対やめた方がいい。高く売る、高く売る、売りたい、売る自信がある、そういう人に向けてのネット販売。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美次会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。最強マーケティング術ということで、ネット販売のね勝ちパターンについてねお話をしたいと思います。このテーマはですね、もうマーケティングの話、いわゆる農産物の販売の話、それもネットで売る話です、今もうね皆さん方スマホ持ってるでしょ、今もスマホでねいろんなお買い物されてると思います。で、このスマホで皆さん方の農産物を売っていこうじゃないかって、いわゆるダイレクト販売直販ってやつですよね。でもすでになんか EC サイト等で始められてる方もいらっしゃると思います。ただ自社サイトでね、野菜乗っけて、サイトをなんか高いお金出して作ったんだけど全然売れないんですよなんて方もたくさんいらっしゃると思います。で今回はこの、スマートフォン、いわゆるネットを使って農産物を売れるようにするっていうこの最強のマーケティング術、その中でもネット販売、ネット販売で勝つパターンというのをですね徹底的にお話します。でこれ後半またね、ご案内しますけど、今農美次会毎月ねセミナーやってますけど、5月のセミナーがまさにこれなんです。今日はそのセミナーの中からですねちょっと、一部だけをですね皆さん方に、お伝えしようかなというふうに思ってます。じゃあ早速始めましょう。内容はですね、通販はとにかく作り手が売るから最強なんだってことなんです。だって普通は例えばアマゾンにしても楽天にしろ、仕入れたやつっていうか自分では物を持ってないんですよ。あのプラットフォームで売れた時に手数料を取るだけだから、物がないって商売してる人たちがたくさんいる。でもしその人たちは物がなければ商売が成り立たないんですよね。一方我々は物を持ってる、これねめちゃめちゃ強みなんですよ。でこの物を持ってて、例えば農協とか市場とか生花業者さんを通じて売るんではなくて、ダイレクトにお客さんに売る、消費者に売る、マジン中抜き、自分で値段を決めていい、これが究極の農業ビジネスなんですよね。で結果的に、結論なんですけども、じゃあ山下さんそんなこと言ったってなかなかねネットで販売でうまくいってる人なんて聞いたことないよっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、これね意外と皆さんがね本当に気づいてないことがね多い、でそんな難しいことじゃないんですよ。ここにもあります通り、結論微差、微妙な差が大差である、ちょっとしたことなんですよ。ちょっとしたことに気づいて、ああそういうことだったのか、そこを変えていけばいいんだ、そこをちょっとだけ、だから大きく何かをともうなんか大変なことやんなきゃいけないではなくて、ちょっとしたことを、ちょっとした差を少しだけ変えていけば必ず皆さん方の農産物は売れるようになります。そういったお話をね、今回の5月10日にある農美次セミナーでねやろうと思ってます。で、そもそもねでも皆さん方がネット販売やらない理由分かりますよ。一つはただ面倒くさいですよね。なんか写真撮ってそれアップして、なんか、お客さんとのやり取りして、そして実際売れるようになるまで時間かかる。でたまに注文が来たりするとわざわざそれ1個のために仕事しなきゃいけない、たった3個のために仕事しなきゃいけない、とにかくたくさん売れるって、あよかったネット販売してよかったっていうまでに時間がかかるんですよ。そして3つ目が結局高く売れない、安売りしなきゃ買ってもらえない、この3つ、面倒くさい、時間がかかる、高く売れない、だからもうネット販売なんてやんないよ、ちょっと待ってください。本当ねこの面倒くさいの分かります、時間かかるの分かります、高く売れないの分かりますが、今回最強のネット販売術です。ですから皆さん方
ちょっとだけ考え方を変えると、あれやってみようかな、これうまくいくかもしれないなっていうふうに必ず思ってもらえるような、ね、内容になってますので、まあ、ぜひねお楽しみにしていただきたいと思ってます。そもそもこの農家のネット販売するメリットなんですけど、やっぱりこの自ら価格を設定できます。だから自分で値段決めていいんですよ。と同時に自分で売りたいと思ってもなかなか製菓業者さんとつながってやるにはいろいろ規制がある。でも販路をここで新たに拡張する、拡大することもできる。で中には規格外品っていうのも、まあ売り方によっては B 品もしくは規格外品も売ることができるし、中間マージンが結局省けますよね。ダイレクトでお客さんに届きますので、で結果としてお客様からも直接声を聞けるっていうふうな、まあ、農家としてはめちゃめちゃメリットがあるんです。じゃあ消費者のメリット、ネット販売で買う人のメリットはどうなのかっていうと、まあ、ネット販売ですから皆さん方もね、Amazon とか楽天とかでポチッとしたことがあるというように、まあ、いつでも買い物もできる。夜中だってできるんですよ。朝方だってできるんですよ、うん、そしてやっぱりいい品物が安く買える、うん、まあ、農産物は特にそうですよね。そして新鮮なものだって農家さんから直接買うんですよ。新鮮なものを手に入れる。そしてほらお米とか大根白菜とか重たいじゃないですか。そういう重たいものを配達してもらえる、ね、玄関口まで持ってきてもらえる、こういうメリットもあります。そしてお店で買えないものが手に入る。そんなものがあったのってね、そういうこだわりの商品とかそういったものが手に入る、まあ、こんな風に実は消費者にとってもめちゃめちゃメリットがあるし、農家にとってもメリットがある。でも皆さんやらない。なぜかというと面倒くさい、時間がかかる、高く売れないって。さあまだ全然興味湧きませんよね。いやもう山下さんいいよ、もううちもネット販売なんてやんないよって、もうそんなの面倒くさいよ、いややってるんだけどどうせ売れないよって、いや売れなかったもん、もうやめたよやめたよ、じゃなくてこの最強マーケティング術の中でネット販売での勝ちパターン、勝ちパターンっていうのがあるんですよ。だから物事にはセオリーとかルールとかやり方っていうのがあって、もちろんネット販売にもこうやればこうなるっていうふうなもうパターンがあるんですよ。だからそれを皆さん方が知らないだけ、知って実践すれば必ずうまくいくんです、全てにおいて、うん、でそのネットの販売の基本というものから皆さん方にねお伝えしようと思ってます。で今日はね特別、まあ、特別って言ったらあれだけど、先にね今度のセミナーの内容の話、まあ抜粋してお届けしてるんですけれども、まずこのネット販売の基本、まずね今日ビサが大差っていう話でしょ。ビサが大差、ちょっとした差なんですよ。でそもそもネット販売の目的が皆さん間違ってる。もうそもそも入り口がちょっと違ってる。なんでかっていうと、皆さんネット販売で売れたらいいな、売りたいな、でもめんどくさいな、高く売れないな、違うんです。逆なんですよ。高く売れるからネットで売るんですよ。高く売るから、高く売れるから。山下さん高く売れる、いやいやネット販売で結局ね、例えば食べチョクとかポケマルとかね、価格競争で値段安くしてないともう売れないよ、だから B 品 C 品で訳あり商品しか売れないよ、じゃないのよ。ネット販売、いわゆるウェブ販売するにはこの高く売れるからネットで売るんだっていう、まずそこが入り口なんですよ。安売りするからネットで販売するって、それもう、骨折れ損です。だって労力かかるから、めんどくさいから、だから高く売るからネットで売るって。そしてもっと言うと高く売るでしょ、でさらに言うとだから儲かる、儲かるからネット販売をするっていう風に、儲かんないならやめた方がいいんですよ、儲かんないなら。ちゃんと儲かるような仕組みに、最初からスタート時点からその儲かる仕組みに入っていかなきゃいけないの。高く売ることからスタート時点、だから安く売るつもりの人はネット販売やんない方がいい、もう絶対やんない方がいい。だって安く売るんでしょ、大変よ、もう安いのにいちいち梱包して住所書いて送んなきゃいけないのよ。で島にはクレームが来たりとかするわけよ。安売りするんだったらもう絶対やめた方がいい。高く売る、高く売る、売りたい、売る自信がある、そういう人に向けてのネット販売。ああもう山下さんもう私も全然高く売りたくない、売れないって、自信がないんだ、あこんだけ頑張ってそんだけいいもの作ってるのに自信がないんだ。いや自信はありますよ、だってうちの商品立派なんですよって、だったら高く売ろうよ。いいですか、自信があるのに高く売れない、それは自信がないのと一緒。だから僕はね悔しいのよ、農産物が高く売れないのは。でも、市場とかそういう生果業を卸す契約栽培とかはどうしても中間があるし、末端消費者に自分でダイレクトにメッセージを伝えることができないから、それは当然安くなるけど、直接販売するんであるならば高く売れるのよ。だってプレゼンテーションできるから、
伝えることができるから、ね、ちょっとくどいけど高く売れるからネットで売る、そして儲かるからネットで売るっていう風なのを、まずここが微差ですよ。他の人たちはどうせ売れないと思ってるけど、このちょっとした差で皆さん方の農産物は高く売れる、ネットで儲かるようになるってことになります。じゃあセミナーの内容ちょっとだけねお話ししますと、まず、大きく3つの話をしようと思ってます。まず1つ目が見せ方、言い方、伝え方。やっぱり、ダイレクトに伝えなきゃいけませんね。だって伝えきれなければ相手はのスーパーで買った方がいいわけでしょ、ね、だからちゃんと見せ方、言い方、伝え方っていうのをしっかりと、今回のセミナーではね、説明します。そして2つ目がターゲットを見誤るな。誰に売りますかってことなんです。誰に、だってスーパーマーケットに買いに来てる奥様に売るんでしょって、ああ違うな、うん、そういうことじゃないな。だってスーパーマーケットに買いに来る人たちをターゲットにしたら、その人たちはスーパーマーケットでも買いますもん。だって事足りてるから。ネットで販売するってことはそういう人たちをターゲットにしてはいけないんだって話。そして3つ目来ました。顧客動線が売れる仕組みを作る。何ですかその顧客動線って。初めて聞いた四字熟語なんですけど、でおなじみの顧客動線、これがまた微差なんです。ちょっとしたことで、あ、なるほど山下さんそういう風な、立て付けになってて物は売れるんですねっていう、この顧客動線という四文字熟語がストーンと入った瞬間に、なるほどこれは売れるわっていう風に思えますというね、このね、1番、2番、3番、これ3つをですね、じっくりと、セミナーではね、お話します。で、今日はね、その、ダイジェストだけね、ちょっとだけ皆さん方に、どういった内容かお伝えします。まず、この見せ方、言い方、伝え方。これね、まあ、いくつか話はあるんですけど、その中で今日1個だけ、よく皆さん方から質問を受けるのが、プライシング。出ました、横文字。プライシング？なんか、かっこよく言うとそうだけど、まあ、早い話が値段の付け方。価格設定です。値段の付け方みんな悩むよね。ここでまた微差ですよ。微差が大差、ちょっとした差です。で、いやもう山下さんどうせ高く売れないよ、はい終わり、もうネット販売なんてやめた方がいい。違うんです。ここでちゃんと値段をしっかりと付け切れるかどうかで、あなたがうまくネット販売でうまくいくかどうかが決まります。例えば、はい、スーパーマーケットや 大型量販店の末尾が7とか8とか9で終わる価格付け、よくありますよね。こんな風に安く感じさせるために、ほらありますよね、スーパーマーケットで298円とか1キュッパとか198円とか、これ安く見せようとしてるんです。安く感じさせる、1キュッパ2キュッパってね、なんとか98円とか、もう典型的な安売りです。これやっちゃダメですよ、絶対やっちゃダメですよね。じゃあ次いきますよ。次、高額商品、ラグジュアリーのものは末尾を8や9にした値付けをしない方がいい。まあこれもね、実は安っぽく感じさせる。特に例えば、ダイヤモンド、299,999円ってなんか安っぽいよねなんかいかになんか安く見せようとしてるか。だからこの、逆に末尾が8とか9とかで終わるって、この値段はね、絶対つけない方がいいです。絶対つけない方がいい。だから皆さん方の農産物っていうのは自信があるんでしょ？高く売りたいんでしょ？そしてあなたのブランドとして売るんでしょ？そういうものであるならば、絶対末尾で8とか9とかをして、安いですよ、買ってくださいねって媚び売るような、そんな値段のつけ方は絶対ネットではやってるわけない。じゃあどうすればいいのか。こちらです。例えばそうそう、この写真あったね。販売価格1980円。ワインが1キュッパー？なんかもうこのワインなんかね、価値下がるじゃない。まあこんな感じになります。じゃあ次、じゃあ結局この末尾を端数で終わらせる方が、もう一回いきますよ。末尾、例えばね、値段3000何百何十何円っていう末尾、3000円とかじゃなくて、3000何百何十何円の末尾を買い手に正確な価格と思わせる。つまりちょっと中途半端な数字が今いいんですよ。中途半端な数字、例えばよくテレビとかコマーシャルで、お客様の 90% の人が満足してくれましたっていうコマーシャルと、お客様の 91.8% の人が満足してくれましたっていうふうに、細かい数字になってた方が信憑性が高いでしょ。 90% の人、 80% の人っていうよりも、 91.8% の人が、 88.6% の人が認めてくれました。おお、なんかちゃんとしてる、いわゆる正確な数字を出してるんだなって思わせるんですよ。例えばここで、まあ、あるトマト生産者の価格なんですけども、1ケース3940円、謎だよね、
何その中途半端な金額3,940円で、また一方ではこちらの値段は、5,260円、まあ、そもそもこのトマトはえらい高いんだけど5,260円って、5000円の消費税だったら5500円でしょ、それいくらっていうふうに、なんか同時にこれ4個で5260円なんだけど、1個あたりいくらとかもう計算するのもめんどくさい、キロあたりこれいくらなのってね、そういう計算するのもめんどくさい、でもなんか意味のある数字なんだろうなって、まあ、思わせたがいいんだよっていう、これがプライシングなんですね。まあ、次回のセミナーでまたねこの辺詳しくお伝えします。じゃあ次2番目、ターゲット、これも微差ですよね、ほんとね、誰に売ろうとしてるのかをちょっと間違えるともう絶対売れません。まあ、仮に売れたとしても安売りです。このターゲットを見誤るともうねやらない方がいいことになるんです。でもきちんとそのちょっとした差でターゲットをしっかりと、ああなるほどこの人たちに売ろうっていうふうにターゲットをしっかりと定めると、まあ不思議、えらい売れるようになるんです。なぜかってその人たちはお金持ってるから。例えば若いカップルに売りたいです、まあまあいいでしょう。他にもシニアカップルに売りたいです、まあまあお金持ってるでしょう。さあそして、インバウンド、ね、インバウンドのお客さんに売りたいです、まあまあいいでしょう。でも本当に狙わなきゃいけないのはこちら、はい、パワーカップルです。パワーカップル何ですかそれはって、力持ちですかって、いやそんなんじゃないですよ。パワーカップルというのはですね、まあここであるように、あここであるようにってないのか、まあ要は、世帯収入が高い夫婦、ご夫婦カップルのことを言います。まあこれに関してもちょっとね今回は時間限られているので割愛しますけれども、このパワーカップルっていう人たちの経済概念がものすごく今イケてるんで、その人たちを対象にした、訴求の仕方をやった方が皆さん方の農産物にはちゃんと価値を見出してくれて、それなりの価格で必ず買ってくれます。そして3つ目が、顧客動線が売れる仕組みって、顧客動線ってもうなんかまたね分からない言葉でなんですけど、まあ、これもまたね次回のセミナーで詳しくお伝えします。まあ、そもそも我々がネット販売をするって何なのかって言ったら、ここにあります通りスマホの中にお店を作るってことなんです。スマホの中だから本当だったら自分のところのね納屋倉庫をこう改装してそこに直売所作るんでしょ。でもそれってコストかかるじゃないですか。ところがネット上にお店を作るのってそうそう簡単にできるんですよ、ね、もしくはもうすでに、ここにスマホの中にあるお店、例えば食べチョクさんとか、ポケマルさんとかにね、もうお店があるわけだからそこに出店させてもらえればいいんですよ。つまりスマートフォンの中にもう店ができるってことなんです。じゃあ私たちは何を努力すればいいのか、答えはスマホの中のお店にお客さんが行けばいいの。スマホの中に行く、スマホの中に行くってどういうことか、その店を検索して画面上に表示させればいいってことなんです。じゃあこの画面上に表示させさえすれば店に来たっていうことになります。どれにしようかなと、あとは選んでポチるだけっていうこの、流れ、これを顧客動線というふうに言います。さあちょっとねダイジェストだったんでなんかよく分かんなかったと思いますけど、まあ、次回のね5月10日のセミナーではしっかりその辺を、ね、掘り下げて詳しくお伝えしていきますのでね、まだお申し込みじゃない方はぜひねお申し込みください。まあ、結論言うと、まあ、今回ね、このテーマを選んだ理由が、まあ、正直言うとねほとんどの農家がやってない、やってないんです。だって面倒くさいから、高く売れないから、もうねやったらいいよ、だって先に始めた方が絶対有利なんだから、そしてこのじゃあ今一般の消費者はネットで野菜とか果物とか肉とか魚とか買いたいんですかって話なんで、買いたいんですよ、欲しいと思ってるんですよ、誰がっていっぱいいますよ、だけどなかなかね農家が、もしくは生産者がその供給する体制ができてない、だから今伸び悩んでるんで、だから結論言うと今始めた、先に始めた方が絶対有利なんです。いや山下さんそんなこと言ったってさ、いやいいよ、別に僕は強制強要するわけじゃないから、でも僕は本当にネット販売っていうのはだって時代がそういう時代になってるから、もうインターネットがない時代なら仕方ないけど、もうあるから、 SNS がない時代なら仕方ないけど、もうあるから、でやる人とやらない人どっちが有利になりますかって、もうそれは日を見るより明らかだから、これから先 Google と、X と、インスタは何だっけ、メタかがこの世の中からなくなりますって、なくなってほしいよ、なくなったらもうやんなくていいというか、やれない、やれないというかやらない方がいい、でもあるから、 Google もあるし X もあるし、メタもある、インスタもあるし Facebook もあるし、ネットっていうものがあるもんだから、
じゃあやった人とやらない人は絶対何が違うかって差がつくんですよ。でもこれさすがに時間かかりますし面倒くさい。でも先にやった人は、あなるほどこういうふうにやればいいんだなっていうことで差がつく。だからですね、3年後5年後イメージして、ネット社会がまだまだ広がりにあたって、もしよ皆さん方が今やらなくて隣の仲間内がやったとするならば、その人たちは3年後違う世界に行ってます。で、ああ山下さんがなんか前言ってたなって、あの時やっときゃよかったってなるやもしれないんですよ。でそうなって悔しい思いするぐらいならば、今のうちからちょっと、あそういうことだったのか、こうやってこうやってこうやればこういうふうにうまくいくんだなっていうふうに、ちゃんとセオリーとルールとやり方っていうのがありますので、しっかり学んでぜひねチャレンジしていただきたい。まあ、ちょっとね力入ってますけど、そのくらいね、なんだよ山下さんだったら早く教えてよって3年後に言われたくないから、今もう教えますからね、今教えるから後で言わないでよ、はい、知ってたのにやればよかったってならないように、まあ、一生懸命ね皆さん方にね、この5月の10日19時からです。でこれまだノービジVIP会にご登録いただいている方はね参加できますけれども、まだそうじゃない方は受講券をお求めになるか、ノービジVIP会にご登録いただけると、まあ、セミナー参加できますので、ね、ぜひねこちらのノービジオンラインでね、検索していただけるとお申し込みできますので、ぜひね皆さん方のね参加をお待ちしております。はい、ということで、今日もなんかね、長くなってしまいましたけど、ぜひねこのセミナー面白いんで参加していただければいいなというふうに思ってます。はい、ということでね今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。